おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新の話題をお届けしていきたいと思います。皆さん、テスラがニューヨークでロボタクシーの運用を始めようとしていることをご存知ですかしかもすでにテストドライバーの採用まで始まっているんです。でも実はまだ許可が出ていない。さらにイーロンマスクさんが語ったある重要な機能が 近いうちに実装されるとの発言も飛び出しました。そしてインドでは2つ目のショールームがオープンし、テスラのグローバル展開も着々と進んでいます。今回の動画ではロボタクシーの現状、雇用の裏側、イーロンマスクさんの狙い、そしてインド展開の背景までテスラオーナーや投資家の皆さんにとって見逃せない情報をお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずテスラは今、 ニューヨーク市のクイーンズ地区にあるフラッシングでロボタクシーの実証準備を進めています。この地域での展開はテスラがロボタクシー戦略を実地レベルで進めている証拠とも言えます。実際にすでにオートパイロットビークルオペレーターと呼ばれるテストドライバーの採用も始まっていて、現地での準備は着々と進んでいるように見えます。 ところが一つ大きな壁が立ちはだかっています。それは許可です。メディアによると2025年8月時点でニューヨーク市交通局 DOT はテスラから自律走行試験の申請を 受け取ってていいいないとコメントしていますつまり、ロボタクシーのテスト運用自体がまだ正式にはスタートできない状態ということになります。この状況は、テスラがテクノロジー的には前に進んでいるんだけれども、行政手続きは追いついていないということを示しているとも言えます。とはいえ、オペレーターの募集や車両の準備が進んでいることから、テスラは許可が降りた瞬間に動き出せる体制を整えているとも考えられます。まさに、いつでも 5、この状態に近づいているというわけになります。テスラはすでにオースティンやサンフランシスコなど他の地域でロボタクシーの運用を始めていて、ニューヨークの進出っていうのはその延長線上にあります。 ただ、都市ごとに異なる規制がある中で、最も複雑な都市の一つであるニューヨークでどう突破口を見つけるのか、これが今後の展開を左右しそうです。では、ニューヨークでテスラが採用を進めているオートパイロットビークルオペレーター、このポジションの中身を少し掘り下げてみていきたいと思います。まず、仕事の内容ですけれども、単なる運転手ではありません。この役割は、ロボタクシー向けのプロトタイプ車両を使って、 実際の走行データを収集すする業務ですテスラの求人情報によれば、走行中に発生する挙動のログを取り、ソフトウェアのバグを報告したり、カメラやセンサーでの環境認識データを記録したりするという、かなり技術寄りのポジションです。言い換えると fsd 完全自動運転ののソフトウェアの 実地トレーニングを支える裏方の仕事ということにもなります。では、気になる報酬はどうでしょうかメディアによると、テストオペレーター1では時給が25.25 25ドルから27.6ドル。テストオペレーター2では28.75から30.6ドルが支払われると報じられています。 さらに夜間のシフトには10%の上乗せがあり、最大で時給が33.66ドルに達する可能性があるとのことです。この水準は運転業務としては比較的高めであり、テスラがこの実証実験に本気で取り組んでいるということが感じられます。勤務スケジュールも特徴的です。週5日の勤務で火曜から土曜。 または日曜から木曜のシフト制、さらに日中、午後、夜間、この参考体制で週末稼働も含まれる場合があるということで、フル稼働体制を見据えているというのがわかります。ロボタクシーが本格展開する前に、あらゆるシチュエーションを想定したデータを取っておく。それがこのオペレーターたちの役割です。では、このロボタクシーですけれども、ロボタクシーの実用化に向けてもう一つ重要な課題があります。 それは誰がいつどこで充電するのかという問題です。人間のドライバーがいればスーパーチャージャーに止めてケーブルを差し込めば済みます。しかし完全無人のロボタクシーになるとそうはいきません。実はこの問題に対してイーロン・マスクさんが新たな発言をしています。イーロン・マスクさんはスーパーチャージャーの空いている場所に自動で駐車できる機能が今後のソフトウェアの更新で ほぼ完璧に動作するようになると語ったんです。 これはつまりロボタクシーが充電の度に自ら空きスペースを探し、正確に停車できるようになるということになります。この機能が実装されれば無人充電に向けた大きな一歩になります。さらにもう一つ注目すべきなのが充電方式そのものです。イーローマスクさんによれば、現在テスラは誘導充電、いわゆるワイヤレス充電の実装にも取り組んでいて、目標とする効率は90%以上だそうです。 ケーブルを人が繋ぐ必要がなくなれば完全に無人のロボタクシーがスーパーチャージャーで自動駐車し自動で充電する。そんな世界が実現に近づきます。 もちろんこうした技術が本当にどのタイミングで一般導入されるのか、これは今後の発表を待つ必要がありますが、少なくともテスラがその方向に向かっているっていうのは確かなようです。では次はテスラのグローバル展開の話題です。実はインドでもテスラの動きが加速しています。 テスラはインドデリーのエアロシティに2つ目のショールームをオープンしました。さらに同じ場所にデリー初となる V4 のスーパーチャージャーも設置されています。この V4 のスーパーチャージャーは将来的にロボタクシーや大型車両向けにも対応しやすい設計になっていて、テスラのインフラ戦略の一部として注目されています。展示車両はモデル Y で上海のギガファクトリーから輸入されたもの、RWD とロングレンジのモデルの2種類があり、納車は 5年9月からスタートの予定ということになりますそしてこれだけではありませんテスラはインドでの展開をさらに広げようとしています 報道によれば今後はノイダ、ゴルグラム、サケット、そしてバンガロールにもスーパーチャージャーを展開すると予定されています。さらにゴルグラムには3万3000平方フィートの配送サービス用施設も設けられるということで、単なる販売拠点だけではなく、アフターサービスや物流まで見据えた体制を整えつつあるようです。 テスラがインド市場に本格的に入り込むことで、アジア圏でのシェアの拡大やブランドの強化にもつながる可能性があります。中国だけではない。次の巨大市場としてのインドに、今テスラがどう向き合おうとしているのか、この布石がこの2店舗の出店とスーパーチャージャーの展開に込められているかもしれません。 はい。ということで、ここまでテスラの最新ニュースをいくつか紹介してきました。ロボタクシーがニューヨークでの運用に向けて静かに動き出しているということ。その裏では高いスキルが求められるテストドライバーの採用が進んでいること。 そしてイーロンマスクさんが語った無人運用を実現するための自動駐車充電機能の開発。さらにインドでは新たなショールームとスーパーチャージャーがオープンし、グローバル展開が静かに、しかし確実に進んでいるということ。 こうした情報を一つずつ追っていくと、テスラが単なる自動車メーカーではなく、モビリティとインフラを統合する次世代プラットフォーム企業を目指しているということにもなるかなと思います。投資家としては、こうした動きがどこでマネタイズに結びつくのかに注目したいところですし、オーナーとしては自分が乗っている車がどこまで進化していくのか、これはワクワクするんじゃないかなと思います。はい、ということですけれども、皆さんいかがだったでしょうかテスラのロロボタクシー、ーそしてグローバル展開 今回の今後について皆さんはどう考えられますか？そしてどんな未来を想像されますか？よかったらぜひコメントで教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日はあまり動いていなくて現在340ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだ まだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますでは今日もご視聴していただきありがとうございますテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた 通信です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが、今買おうが、中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたけれども、基本的な中身っていうのは同じです。それを踏まえると、一番のおすすめは、ハードウェア4搭載の中古を買うっていうのがいいんじゃないかなと思います。 実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると購入前に不安だったバッテリーの問題、これはもう全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると、 10万キロ以上走っているテスラとかがかなりお買い得になるんじゃないかなと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧すすめします。毎週中古テスラ情報を見ていますがモデル3に関してはハイランドも出てきています。モデル Y も最近は増えてきました。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の僕のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてみてください。中古のテスラ情報を定期的にお届けしています。 個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。